宝珠寺は、和歌山県新宮式の川にある、曹東州の寺院、伊豆最小院の末寺である、三郷王、白龍山と称する。創建は、南北朝時代であるという説があるが、詳細は不明である。過去の大地震で発生した、大津波で流された寺院を、曹東州の伊豆最小院、第十六世設沖の前僧山和直が、高台に再建し、それ以後、 雪沖縄前僧山となおが解散とされている。本尊は、全国的に稀な右足の親指を立てている座像の地蔵菩薩であり、霊源新たかな地蔵菩薩として、地域の信仰を集めている。白立山防主寺本堂法主寺と東寺の南にある、南多摩寺との共同所有である手書きの大般若行によると、法仙寺という人名を知ることができる。 この寺院が法主寺の前身の寺院だと考えられるが、詳細は不明である。この大般若行には、古渡る元年から文明十三年の間に作成されたとの記述が残っている。大地震により破壊された伽藍を復興再建したのは伊豆最小院の僧侶であった。避難地方の多くの総当州の寺院が最小院の末寺であるが、災害後の復興再建に尽力した僧侶との 関係があったと思われる。本尊の座像、指立延命地蔵菩薩は、右足の親指を立てており、座っていながらも、常に人々を救済しようという思いを、親指で表しているという、全国的に稀な姿をしている。神宮式の河区には、イニシエより、竜神信仰がある。その信仰が近年、第23世、福田純明大王将の霊感により、 宝主寺で祀ることを欲する、お告げを授かり、境内に白竜神を祀っている。お告げの内容は、下記の通りである。我は、白竜神なり、古より、有水の池に住む者なり我今、池潰され、住むところなし。何時が我を祀らば、仏法と唐寺とをご自したまわん。法主寺白蓮、直径約三十センチメートル約三百年前の過去帳に、 蓮池の存在の記述があり、イニシエより生き続けている蓮であると言われている。開花すると、約30センチメートルの大きさになり、品のある白色の蓮を見ることができる。西行は、当寺から見えるウクイクの目覚まし山の死を残している。目覚まし山下す嵐の激しくて、高根の松はネイラザリケリ、新宮市白龍山防主寺。ありがとうございます。